せてない、あまり良くないオーラを彼がどう、はい、横浜ビーコルセアーズ対富山グラウジーズ、まもなくティップオフです。川村勇輝スペインピックからカウンターに来ましたね。このプレーですね。そうですね、スペインピックといって今少しファンブルしてしまったようでしたけども、その辺りです、このプレーですね。そうですね、あ、決まってる。ロールウィトフがつきます。うん、ここ、うん、ここはよく守った富山。しかしこぼれたボール、横浜少しいろんな選手でボールムーブしないとなかなかオフェンス、そうですね、チームプレーの1対1なのか、はい、個人技の1対1なのかの違いになると思います。ジョナサー・ウィリアムスロールウィトフから、はい、そっと、これはどう、これはこれはですね、はい、このシュートも、はい、ちょっと止められないですね、なかなか簡単には。あ、見てる方はもう、いや、めっちゃ速いっていう、特にあの外国籍の選手から、どのジャンプシュート、うん、これは落ちる、うまく、うん、ここは難しい。しかしリバウンドは横浜、河村選手打っても良かったんですけどね、うん、配慮ですよね、ポイントガードとして。このリバウンド富山も取りたかったんですけどね。そうですね、これで第1クォーターだけでおそらくセカンドチャンス、うん、ここはカイソットのファール、両チームチーフォーとなります。うまいですね、ファールをこうもらうような角度でカイソットに対してドライブで仕掛けました。はい、外1つ目のファール、これはまあゾーンディフェンスですね、うん、ここは上手さが、さあ高橋、うわー、ここでカイソットの河村、速い、強い、決める、いやー、さすがですね、ような形でシュート打ち切りましたね。ラウンド取れます、河村、うわー、河村のシュート外れますが、横浜リバウンドを取ります。堀場シュート取れるか、富山で、おー、決めました。それを打破しようっていうような気持ちだと思うので、はい、そこをこう切ら、そして西野陽も入っています。ここで、あー、うまく合わせました。ユートフォーパイソット選手の身長がもともと大きいので上に持っていくまでが早いんですよ。ハッキング変え、はい、ああ、いいと思います。この部分、おお、この部分、青キックスさんがおっしゃってた通りになりましたね。持ってます、ミラー。点差を1点差にしました。うわー、しかしよ。ああ、ここは取る。スピードミスマッチあるか。うわー、このパスを取ったけ、あー、来たけど、2秒、1秒。うん、ここは横浜。ああ、ここはシャーオリバー、アッペットカウント、アシストも見事です。締め切れました。皆さんが伊藤陣の、おーっと、ここは、うん、ま、シュート外れました。河村のスリーポイント、あー、ここは決めて、ミラーのシュート落ちる。その感覚をこう身につければ、はい、すごいの出ましたね。出ましたね。シャーリーとワークですよね。さあ、このシーン、こうディフェンスがアンダーといって、マイルズ、少な杉浦、うわー、ここでブロックを、この部分、そうですね、あのボール、ハイソット、ファール、うわー、バスケットカウント、一度右へ、フェイント、おそらく3つしてます、1、2、3です。うわー、河村、うわー、これは横浜2秒、あー、落ちる、河村強い、いけましたね、笑顔が出て今活躍し始めると
富山としてはちょっと苦しいですよね。そうですね。このアリエプのパスのシーン、フォア今度対して体を付けに来ましたね。守り方を決めれるかどうかだと思いますね。高さを意識してしまう。ミラーから伊藤のスリーポイント落ちる。あのあたり、ね、河村からカイソット、このライン、うんと、ここは触っていましたか。このシーンうまく、そうですね、ルーラが守りました。河村、そしてこのライン、ルカ、キングカイトのマッチアップ。うわミラー、あ、違います、ジョナサン、決め切る。うん、野崎のシュート。 B リーグ2023-24第26節。